Bonjour, c'est Peggy. 皆様こんにちは、ペギーです。本日のフランス語の動画では、フランス語の言葉の avant, arrière と devant, derrière の違いについて話していこうかなと思います。非常によく似ていて間違いがちな言葉ですけど、この avant, arrière と devant, derrière は少し意味が異なります。日本語にすると前と後ろを表す言葉なので、ちょっとよくわからないという方も結構います。今回はそれについて話していきます。まずは、avant arrière。この avant arrière というのは、一つの空間の中での前の部分と後ろの部分を指します。前方後方と訳すこともできますし、あとは前部後部と訳すこともできます。例えば乗り物の前の部分とか乗り物の後ろの部分、後部座席とかそういうところとか、あとはもう完全にこのバンパーの前の部分とか、そういう時にアヴォンとかアリエールを使います。あとは教室とかの中の前の席とか後ろの席もアヴォンとかアリエールで表すことができます。その際にはこのアヴォン、アリエールというのは名詞となりますので一緒に冠詞を使うことになります。L'avant とか l'arrière。 例えば J'ai une égratignure à l'arrière de ma voiture。 Une égratignure というのは引っかき傷なので J'ai une égratignure à l'arrière de ma voiture というと私の車の後部に引っかき傷がありますということになります。車の後ろの部分に引っかき傷があります。 J'ai une égratignure à l'arrière de ma voiture。で、ここは、à l'arrière ではなくて、じゃあ、derrière を使うことはできないのかという質問があるかと思いますけど、derrière については、少し後で話します。derrière というのは、何かの後ろになので、j'ai une égratignure derrière ma voiture と言っても、まあ、意味は通用しますけど、それは車の後ろに引っかき傷があります。例えば、車の後ろに壁があって、その壁に引っかき傷があったとしても、derrière ma voiture は成立します。à l'arrière de ma voiture というと、車の後ろ。この一つの空間というか、一つの物体としての車のその後ろの部分ということを指します。なので、j'ai une égratignure à l'arrière de ma voiture というと、車に、かつその車の後ろの部分に引っかき傷があるということになります。J'ai une égratignure derrière ma voiture というと、まあ、車の部分でもいいんですけど、車の後ろに壁があって、その壁に引っかき傷があっても、derrière ma voiture で同じです。そういった違いがあります。他にも、例えば、教室の中で、まあ、生徒たちがたくさんいて、黒板がよく見えない。じゃあ、ちょっと前に座りに来なさいという時に、venez vous asseoir à l'avant とか、venez vous asseoir à l'avant. venez, viens t'asseoir à l'avant. こういうふうに言うことができます。この à l'avant というのは前の方に、前方にという意味なので、まあ、教室の前の方の席に座りに来てくださいというときに、venez vous asseoir à l'avant. viens t'asseoir à l'avant と言います。他にも、まあ、口頭会話というか、まあ、フランス語でも、viens t'asseoir devant とか、venez vous asseoir devant ということも別に可能なんですけど、これもまた後で話しますけど、devant というのは何かの前なので、この中で空間の中の前の方にだったら、à l'avant の方が正しいのかなと思います。venez vous asseoir devant というと、まあ、何か欠けていて、何が欠けているかというと、いろんな生徒たちのいる中の前に、つまり他の人たちの前に座りに来てください。venez vous asseoir devant tout le monde の tout le monde を割愛して venez vous asseoir devant って言ってんのかなと思います。 à l'avant というともうこの教室の空間の中の前の部分というのを指します。他にもまあ一つの表現なんですけど、全速前進という時に en avant tout と言ったりします。まあ船なんていうんですか、蒸気船とかの中でまあもうまっすぐ蒸気いっぱいにして、もう突っ込めって時に全速前進で、en avant tout って言ったりします。あとは、en avant って言うと前進。en arrière って言うと、まあ、後ろに下がる。後退。
を指すこともできます。これは、devant, derrière と言ってもわかりません。devant, derrière というのは、何かの前に、何かの後ろになので、特に、前進とか、後ろに下がる後退については、話すことはできません。で、ちなみになんですけど、ちょっとおまけとして、この同じ avant なんですけど、名詞ではなく前置詞の avant というのもあります。この場合には、avant, arrière ではなくて、avant と après になります。avant と après というのは、時間とか、こういう期間的な意味で使われる前置詞とか副詞。何かより前に、何かまでに、みたいな時で avant を使います。で、après の場合には、何々より後にという意味になります。この avant, arrière のこの前の部分というのと、avant, après の avant、何々より前にを勘違いように、勘違いしないように注意してください。例えば、avant de venir en France, Peggy travaillait au Japon。こういう文では、avant de venir en France、フランスに来る前、Peggy travaillait au Japon。Peggy は日本で働いていました。この場合の avant というのは、時間的な意味の前という意味なので、フランスに来る前、ペギーは日本で働いていたということになります。Avant de venir en France, Peggy travaillait au Japon。他にも、もちろんこの avant の他に反対語の après を使うことができます。Après être rentré chez elle, Peggy Co se lave toujours les mains。Après être rentré chez elle というのは、家に帰ったらという意味。Peggy Co se lave toujours les mains というのは、ペギコちゃんはいつも手を洗います。ということになります。Après être rentré chez elle, Peggy Co se lave toujours les mains。家に帰ったら、ペギコちゃんはいつも手を洗います。では続いて本題に戻ります。devant, derrière と avant, arrière の何が違うかと言いますと、devant, derrière というのは、前と後ろですけど、何々の前と何々の後ろを指す言葉です。avant, arrière というのは、一つの空間の中の前の部分と後ろの部分。今回の devant, derrière というのは、何か物体があるものの後ろか、その物体の前を指します。つまり、同じ空間の前の部分という意味ではなく、一つの物体のその前、前に位置しているもの、の時に devant を使います。ちなみに avant, après と devant, derrière の違いは、まあ、結構簡単で avant, après というのは時間的な意味での前と後ろ。まあ、前と後といった方が簡単ですね。前と後。これが avant, après。devant, derrière というのは位置的な意味での何々の前と何々の後ろという意味になります。ちなみにà l'avant, à l'arrière の avant と arrière は名詞でした。devant, derrière というのは前置詞。le, derrière という名詞も存在しますけど、le, derrière というと、まあ動物とか人間のお尻のことを指します。例文を一緒に見ていきましょう。例えば、regarde devant toi lorsque tu conduis。regarde devant toi lorsque tu conduis というのは、Lorsque tu conduis, 運転をするときには、regarde 何々を見ろ。devant toi, あなたの前を見てくださいということを言ってます。つまり、簡単に訳すと、運転をするときには前を見ろ。regarde devant toi lorsque tu conduis ということになります。で、regarde à l'avant ということはじゃあ言えないのかと言いますと、まあ別に言ってもいいんですけど、ちょっと不自然な感じがしますね。Regarde devant toi というと、自分の前にあるものを見ろということを指しています。自分の前。Regarde à l'avant というと、前の方を見ろ。でも何の前の方なのか。まあ、車の前の方を見ろというと、別に、車の前になんかまあハンドルがあって何々があって、Regarde à l'avant でも、まあ、Regarde à l'avant でありますし、車のさらに向こう側を見ろ。この、窓の向こうを見ろというのは、まあ、devant toi, devant la voiture になるので、devant を使った方がいいかなと思います。他にも、
ペギー court derrière ペギコ。これは簡単ですね。ペギー court derrière ペギコというのは、ペギーはペギコの後ろを走っていますということになります。ペギーがペギコちゃんの後ろを走っているときには、ペギコちゃんの後ろなので、derrière ペギコになります。ペギー court à l'arrière de ペギコというと、まあ意味がよくわからないですね。à l'arrière de ペギコというと、まあペギコちゃんのその一つの空間として捉えたペギコちゃんなので、まあペギコちゃんの背中の部分が、まあ à l'arrière de ペギコ。そしてペギーがそこで走るっていうと、まあペギコちゃんがこう立ってて、その背中の部分で、まあちっちゃいミニチュアのペギーが走ってる。ペギー court à l'arrière de ペギコとなります。ペギーとペギコちゃんがジョギングして、ペギーがペギコちゃんの後ろを走っている場合には、ペギコ court derrière ペギコ。そしてペギコちゃんは、ペギコ court devant ペギになります。他にも、まあ、人前で話すのがちょっと苦手とか、みんなの前で話すのがあまり好きではないという時にも、je n'aime pas parler à l'avant de tout le monde ではなく、je n'aime pas parler devant tout le monde と言います。tout le monde というのがみんな、まあ、公衆のことを指しますので、いろいろな人の前で、何々の前で、で、devant を使います。je n'aime pas parler devant tout le monde。みんなの前で話すのは好きではない。こういうことになります。なので、ポイントとしては、本当に avant, arrière というのは、一つの同じ空間の中の前の部分、後ろの部分、そして devant, derrière というのは、何か物体があるのの、その前とその後ろを指すというところです。それでは、ちょっとクイズやっていきましょう。まあ、クイズというか、練習問題ですね。avant なのか、arrière なのか、devant なのか、derrière なのか。まあ、今回はわかりやすく、avant と devant だけにしました。この二つの言葉のうち、どちらを使うのか、ちょっと考えてみましょう。まあ、まずは、小手調べですね。自分の前をまっすぐ見なさい。regarde droit 何々 toi。まあ、これは今例文で見てきたものなので、結構簡単だと思います。自分の前を、例えば運転するときに自分の前をまっすぐ見なさいというのは、regarde droit avant toi なのか、devant toi なのか、どっちでしょうか。まあこれはちょうど例文でそっくりそのままほとんど見てきたので簡単ですね。devant toi。自分の前なので、自分を一つの物体としてその前にあるもの。なのでその自分のこの体の一部の前の部分という意味ではなく、自分の前に位置しているものを見てください。自分の車の前にあるものをちゃんと見なさいってことなので、devant を使います。regarde droit devant toi。では、je dois faire des courses。何々、d'aller au travail。仕事に行く前に、買い物をしなくては。という時には、avant なのか、devant なのか、どちらでしょうか。je dois faire des courses。何々、d'aller au travail。これは、avant d'aller au travail になります。この avant は一体何を意味しているかというと、avant arrière の avant ではなく、時間的な意味での前、つまり avant après の avant を指しています。je dois faire des courses avant d'aller au travail というのは、仕事に行く前に、つまり時間的な意味での仕事に行く前に私は買い物をしなくてはいけませんということを言ってます。なので、devant でも、まあ、avant arrière の avant でもなくて、avant après の avant になります。では少し難しいですけど、これはどうでしょうか。grand frais に行くには、ロータリーの手前で左に曲がってください。Pour aller au grand frais, il faut tourner à gauche, 何々 le rond-point. これは avant le rond-point なのか、devant le rond-point. grand frais に行くには、ロータリーの手前で左に曲がってください。で、この手前でというのが、まあ日本語的に意味がちゃんとなってるかわからないですけど、これはロータリーのこの真ん前で曲がってください。という意味で書いたわけではなくて、このロータリーにたどり着く前に、まあ左に曲がってくださいというときにはどうでしょう。
例えば一つ地図があったとして、で地図のあのロータリー、例えば上の方からペギーが来るとします。でロータリーにたどり着く前に左に曲がってくださいという時には、devant なのか avant なのか。まあ結構解説を始めちゃったので、まあ気づいた人もいるかもしれませんが、これは avant le rond-point。で、avant le rond-point というと、一体何かというと、時間的な感覚という意味で、ロータリーにたどり着く前に、その手前で左に曲がってくださいってことを言ってます。Pour aller au grand frais, il faut tourner à gauche avant le rond-point というと、avant le rond-point というのは、rond-point の目の前で左に曲がれという意味ではなくて、rond-point に到達する前に、その手前で左に曲がってください。つまり、avant le rond-point と言ってます。で、一番わかりやすく言うのであれば、今言ったように、こう地図があって、車が下の方から行くと、まあ、rond-point、ロータリーの前で左に曲がるんじゃん、となると思いますけど、そうではなく、例えば上の方から車が近づいてきて、で、ロータリーの手前で左に曲がってくださいというと、これは rond-point の後ろとも取れますよね。なので、rond-point の後ろで左に曲がる、いや、そうではないですね。本舗の手前で左に曲がるので、これは avant になります。derrière le rond-point ではなく、avant le rond-point。じゃあ、こちらはもうその逆バージョンなので、答えはすでにわかると思いますけど、grand frais に行くには、看板の真ん前で右に曲がってください。もう看板のこの目の前で右に曲がってくださいという時には、じゃあ、avant なのか devant なのか。Pour aller au grand frais, il faut tourner à droite, 何々 le panneau。 これはじゃあどちらでしょう。まあ、先ほどは手前で、つまり本舗に到達する前に、時間的な意味で到達する前に左に曲がってくださいって話だったので、 tourner à gauche avant le rond point でした。今回は看板の真ん前で、つまり位置的な意味で看板の真ん前にたどり着いたところで右に曲がってくださいと言っているので、devant になります。Pour aller au grand frais, il faut tourner à droite devant le panneau。これはもう本当に看板の前に行って、で、位置的な意味でこの看板の前、つまり devant le panneau になったところで右に曲がってください。Pour aller au grand frais, il faut tourner à droite devant le panneau となります。なので、まあ、車とかでは、あんまり使えないかもしれないですね。この devant le panneau というと、本当に、イメージすると、もう徒歩の方がいいかなと思います。徒歩で歩いてって、こう、あと一歩したら、この看板に頭がぶつかる。もう本当に前、devant le panneau になったら、そこで右に行ってください。っていうのが、イメージ的には近いですね。Tourner à droite avant le panneau ってなると、看板にたどり着く前に右に曲がってくださいなので、これはどちらかというと、例えば道路で交差点があって、で、その交差点の先、20メートルぐらい先の方に、まあ、わからないですけど、何か別な看板があって、まあ、あの看板に到達する前、つまりこの看板の前にある交差点で右に曲がってくださいって時には、Tourner à droite avant le panneau。で、本当に看板が目の前に、こう、あと一歩で看板にぶつかるってところで曲がってくださいだったら、devant le panneau になります。それでは、今回のまとめです。ちょっと説明が難しかったかもしれませんが、今回は avant arrière と devant derrière、そしておまけとして avant après について話してきました。avant arrière というのは、一つの空間とか、一つの物体の前の部分、後ろの部分を指します。なので、その空間とかその物体の中での前と後ろのことを avant arrière。そしてこれは名詞として l'avant l'arrière と言います。続いて前置詞の avant après というのは、時間的な感覚で avant après、 何々が起きる前、何々が起きた後のことについて avant après と言います。そして最後に devant derrière というのは、時間的なものではなくて位置的な関係で
何々の前、何々の後ろという時に、devant quelque chose、derrière quelque chose と言います。それでは今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bon courage et à bientôt. 次の動画でお会いしましょう。